ゆい、ジブリの雑学教えて。ジブリのヒットの法則を教えます、うん、ジブリのさ作品って魔女の宅急便とかさ、ハウルの動く城とか、うん、のが入ってるやん、うんうん、これがあのジブリ の、 あの鈴木敏夫さんが言うのの法則っていう法則があって、この何々の何々とするとヒットするって言われてる。だからもののけ姫を作るときに、うん、宮崎駿さんは足高石器っていう名前にしたかったんですよ。けど鈴木敏夫さんが、いや、もののけ姫にした方がのが2つ入ってるから絶対ヒットするって言って、もののけ姫に勝手にしちゃったんよ。その結果どうなったか、お客さんが4倍入りました。4倍入りました。あっ